パッチャムトンネルはイングランドのイーストサセックスにある長さ446メートルの鉄道トンネル。ブライトン本線のプレストンパーク駅とハソックス駅との間に位置する。建設は1840年から41年にかけて行われたが、このトンネルではたびたび洪水の影響を受け、ブライトン本線の運休の原因となっていた。パッチャムトンネルの建設はロンドンとブライトンを結ぶ。 ロンドンブライトン鉄道の建設と同時に行われた。当初の予定では、霧同士でこの地区を通過する予定であったが、技師たちの予想に反してこの地区の地主であるメージャーペインが霧同士での建設に反対したため、トンネル建設によって通過することとなった。建設は1840年から41年にかけて行われた。工事期間中には、崩落事故も発生したが、 幸いにも死者は出なかった。21世紀に入ると、パッチャムトンネルのリニューアル工事が計画された。この計画は、総額300万ポンドを投じる、ブライトン本線全体の更新計画の一部であり、工事によって、流水の減少と路盤の更新が行われる。AB、パッチムコンサーベーションエリアプレゼル。BRIGHTON-HOVE.GOV。R I G H T o N UK, P5, 2020年7月27日閲覧。パッチムプレイス、ビルトオリジナリーイン1558、リビルトイン1764。m y b r i g h t o n,、A n d h o v、e n d h o v e o r g UK, 2020年7月27日閲覧。メインライントンネルリークス 2B プラグド。2018年7月25日閲覧。 ブライトンメインラインインプルーブメントプロジェクトネットワークレール2020年7月27日閲覧ありがとうございます